前々節は1試合で2ゴール。さあここどうする、もう一度体入れ替えて野村はこう見る、いいですね、左足素晴らしい、野村も来た、ナイスゴールですね。前半はポゼッションもパスの本数もパスの成功率も相手を下回っていただけに、どうだという表情が横浜 FC の面々から溢れ出ています。逆にジェフは突っ込んでしょうけどね、ロングスローもこぼれからですよね。うまくボールを迎え入れてインを切られました佐藤優也。ボールスピードありましたよね。